はい、どうも、こんにちは。今回はまた逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、確か、なんか、毎回この始まり方してる気もするけど、多分ね、裁判が一旦終わって、調査しようってことになったのかな。あ、そうだ、前回あれだわ、なるほどが弁護士になったきっかけみたいなのを知って、さあ、探索しようっていうとこかな。それで多分場面切り替えて前回終わったのかな。やっていこう。相変わらず渋い顔してるな。水類源氏聞きましたよ、学級裁判の話。学級裁判、何のことだ？覚えてないんですか？ああ、覚えていない。給食費を盗まれたんですよね、小学校4年生の時。給食費？ああ、そんなこともあったな。お前の声わかんなくなっちゃうな。なるほど君、誰も覚えてないよ。実際そんなもんなんだって。なんていうの？受けた側はね、覚えてるけどね。やった側は覚えてないんだよ。いいことも悪いこともそうなんだよ。まあ、僕以外の人間にはどうでもいいことだろうからね。まあ、実は小学校の時の出来事だからな。小学校のことなんかね、よほどのことないと覚えてないよな。密令検知知らないんですか？なるほど君、あれがきっかけで弁護士になったんですよ。言うな言うな、恥ずかしいから。バカな。身も蓋もないコメントだな。しかし、とても君らしい話だ。変わっていないな、なるほど。その呆れるほどの単純さ。まあな、だが、お前は変わっちまったな、御剣。一瞬悲しい顔したね。ほら、お前も悲しい顔してる。そうだな。なあ、御剣、どうしてお前、検事になったんだ？あんなに父親を尊敬して弁護士に憧れていたのに。私は君ほどバカにはなれなかったんだよ。深いね。なんか、バカにはなれないって深いよな。どういうことだ？親父を奪われ、それでも犯罪者の味方になれるほど。私はそこまでお人よしではない。ああ、そっか、検事ってのはそうだよな。弁護士って基本的にやっぱ、基本的にはね、あんまりなんかこう、裁判にかけられる側の味方だからな。お父さんから買った事件、容疑者が一人逮捕されましたね。そうだ。父とエレベーターに閉じ込められた男。アイネ・コウタロウという名前だ。どう考えたって犯人はあいつしかいないんだ。なのに、無罪になった。あの弁護士のせいで。まあ、でもそれきっかけで弁護士に憎むってのもあるかもしんないよな。普通に検事になりたいってよりも、弁護士になりたくないって思ったのかもしんない。15年前のあの日、我々3人は5時間エレベーターに閉じ込められた。助け出された時は極度の酸欠状態になっていて、私は事件に関する記憶をなくしていたのだ。記憶を？今も思い出せない。エレベーターで何があったのか。法廷でハイネの弁護士もそう主張した。酸欠でハイネは心神喪失状態にあったと。結局ハイネは証拠不十分、無罪になった。それからだ、私が弁護士というものに憎しみを抱き始めたのだ。まあ、でもそうだよな、お父さん亡くなっちゃったらね、憧れがなくなるからね、弁護士っていう憧れの面がね、いなくなったわけだから。カルマ検事とはどういう？彼は私が最も尊敬する先輩だ。私の法廷テクニックは彼に一から仕込まれた。なるほど、君で言えばお姉ちゃんみたいなもんだね。彼は全てにおいて完璧主義者だ。法廷においても人生においても。完璧であることに異常なほどのこだわりがあるのだ。完璧。彼が扱った事件で未解決のまま時効になったものはただの一つもない。もちろん敗訴。
でもそれって分かっている。中には無実の人間がいたかもしれない。しかし私たちにそれを正確に見抜くことは不可能などだ。カルマ検事は彼のするべき仕事を完璧に遂行しているだけだ。とにかく彼の弱みを見つけるのは不可能に近い。それをもみ消すためならば彼はどんな手段でも使ってくるだろう。あのなあ、三剣、その話が本当ならお前も明日有罪になっちゃうぞ。そうですよ。褒めてる場合じゃないでしょ。それが辛いところだ。やれやれ。悲しい顔して終わっちゃったな。なんかふわっと終わったな。まあ警察行くか、すぎじゃ巡っていこうや。田の子さんまだ戻ってないみたいだな。田の子なら今日は戻らないと思うよ。あ、そうなんですか。明日までにどうしても逮捕しなくちゃならん男がいるとか。管理側のおじさんか。命に帰っても見つけ出すつっすって叫んで出てったよ。ありがとう、糸の子さん。糸の子さん死ぬなよ、お前。なんかうっかり死にそうだな。誰お前。お前いたっけ、ここにいたんだっけ、お前。帰れよ。あ、またいない。あの先生、いつ仕事してるの。まあまあ。また後で来てみるか。また後で来てみるかって、あ、そうか、まあ DL65 事件だか。DL65 事件のことはまあ知ってるもんな。じゃあとりあえず公園で探すか。あ、いた。お、久しぶりっす。あ、糸の子刑事さん。今日は危なかったっす。ハラハラしてネクタイを一本食いちぎったっす。食いちぎったの？あ、ちぎるんじゃなくて食いちぎったの？それはどうもすいませんでした。いっす。おかげで犯人が分かったっすからな。ボート屋のおじさんですか。約束するっす。自分は明日の開廷時間までに必ずあいつを逮捕するっす。何があってもそれがあんたに対する警察官としての礼儀っす。では失礼するっす。いただく刑事、入りきってたね。あ、それから一つ。け、今日は森の方へは行けないっす。あれはキャンプしてた場所かな。あ、そうね、夏美さんがキャンプしていたところか。あそこはキャンプ禁止だったっす。公園の管理人にバレてしばらく立ち入り禁止になったっす。絶対そこにヒントあるじゃん。夏美さん送られちゃったんだ。まあそういうことっす。じゃあまた明日会うっす。はい。はい。ここでもここになんもないよな。多分ゴミ箱光らないしさ、ここなんもないから行くか。なんかあるかな。でもあれ、あの目障りな殿様がいないな。目障りっていうな。屋台も休みみたいだ。確かにアルバイトどころじゃないのかもね。なんかある。なんか逆転裁判ってね、やっぱ一応その視覚的な変化はあんのよ。そのなんか何もないとかってないのよ、基本的に。何かしら物が追加されたら書かれるんだよ、この絵の中に。だから何もないのかな。あのおじさん逃げちゃったんだよね。ああ。まさかあのおじさんが犯人だったなんて。うはん。あ、この声はまさか星影弁護士では。この咳払いは。お前の声忘れたな。やや君たち、どうしたんだこんなところで。君たちも散歩かな。うん。青春の日々は青いレモンの香りと。お、星影先生、何をのんきなこと言ってるんですか。三剣検事の裁判、明日が最終日なんですよ。それはそうじゃが、今日の法廷を見た限りではもうあの子は安心じゃろ。それがどう、そうでもないんです。どういうことじゃ。それがまだはっきりしないんですけど。うむ、何か分かったらわしの事務所に行きなさい。力になれることがあるかもしれん。お前の声ブレたな。多分俺はお前多分初登場の時と全然声違うもんな。初登場の時やっぱね、ちょっとおじいちゃん臭くやってたんだよな。ただ今のがなんか合うもんな、キャラに。星影先生何してたのかな、こんなところで。
さあ、これ多分こうボート会が多分一番あれなんだよな、キーだよな。誰もいないね。これ開けたままなのまずくない？おはよう、おはよう。あ、さゆりさんだ。あなたのご主人どこへ行っちゃったのかな。おはよう、おはよう。この子を置いていくなんてひどいよね。おはよう、おはよう。なんかあるかな。あ、いや違うか。あがないの。あ、どうした。え、なんでもない。なんだよ、気になるな。あのね、テレビ見てたら思い出したんだけど、今週姫様のスペシャル番組があるなって。今話すことじゃないだろう。なんだ。うん、だから言いたくなかったのに。お前のせいでゴミ箱を調べるという描写が上書きされたんだけどね。えお前のせいで。あ、ゴミ箱って見れないんだ。なんか、あ、これ怪しいか、普通に。そういえばさ、なるほどくん、あ、そっか、暗証番号教えてもらったよな。この金庫の番号、さゆりさんが知ってるんだよね。ああ、そうだったね。さゆりさん、金庫の番号は1228。ねえねえ、開けてみようよ。お金なんか入ってないと思うよ。でもさ、鍵をかけているぐらいだからそれなりのものが入ってるんだよ。絶対これでしょ。開けたらあのなんかなんだこれみたいな、なんでこんなもん入れてんだみたいなって、でもそのなんだこれが実はめちゃくちゃあれでしょ、 DL65 事件なんかでしょ。ほらほら、なるほど、開ける開ける。あれじゃないの、そのあの運転免許証みたいなやつじゃないの、本名が書いてるとか。手紙、手紙が一通入ってるだけだ。え、手紙？つまんないの。宛名も差出人の名前もない。名前もない。手書きの几帳面な文字が綺麗に並んでいる。はっ、御剣霊寺に復讐せよ。御剣だと。なるほどくん、なんで御剣剣士の名前が。知らないよ。とにかく読んでみるぞ。これが証拠になるのか。これが最後のチャンスだ。お前の人生を破滅させた二人の男に今こそ復讐するのだ。まあ二人の男ってのは多分御剣と、これだろうね、古畑任三郎。まあ、もろ古畑任三郎の多分こいつだと思うんだよ。ここから今回の殺人事件の計画がびっしり書かれている。生倉弁護士を殺害してその罪を御剣に着せる方法。御剣を呼び出しボートに乗りピストルを2度撃つ。今日の法廷で僕が苦し紛れに説明した通りのやり方が完璧に書かれている。よくあったな、完璧に。どういうこと、なるほどくん。よくわからないけど、どうやら管理人のおじさん、まあ利用されていたっていうことだよな。この手紙の指示通りに動いて生倉弁護士を。でもその手紙一体誰か、それに御剣霊寺に復讐せよってどういう意味なの。あのな、僕にわかるわけないだろ。でもどうやらこの手紙はすごい手がかりになりそうだな。そっと挟んだ。そっと挟んだっていいな。あ、追っていかなかったのかな。慌てて逃げたからだろ。戻ってきた様子もないし、せんべいがしけっていくじゃん。おいおい、じゃあもうさゆりさんでしょ、一番多分これ何か聞けるんじゃないの。さゆりさん、私たちが引き取ろうか。勝手に連れて行っちゃまずいよ。警察の人たちもこいつのことは知ってるだろうから、なんとかしてくれるって。ごめんね、さゆりさん。ダメだって、なるほどくんが。悪者にされてしまった。さゆりさん。さゆりさん、しょうもな、お前。
あ、これもってあれかな、警察なり星影さんのとこ行くのか。オッケーオッケー。言ってたもんな、なんか証拠が見つかったらわしのところに来るんじゃって言ってたもんな。行こうか。じゃああれ、あー、こっちか。あ、あと一日だね、なるほどく。そうだな。さあ、休んでる暇はないよ、出かけようよ。行こうぜ。一回一回話せるんだよな。でも基本的にでもここでの話ってなんかあんまり意味ないから何すればいいんだろうねみたいな感じで終わるから。行こうか。話せないの、なんで。あ、あれかな、剣に見せるとこかな。えい、剣くん、受け取ってくれ、剣。剣、この手紙なんだけど、筆跡がカルバケンジとかない？うん、例のボート小屋の管理人の金庫から出てきたんだ。ほほう。この私に復讐だと。一体誰なんですか、あのおじさん。知らん。お前が昔ユーザーにした無実の被告人とか。嫌なことを言うな、あんなおじさん覚えがないぞ。とにかくおじさんはこの手紙この手紙通りに犯行つまりこの事件には黒幕がいたということか。ああ、びっくりした。急にブラックアウトすんだよ。二人の男この私と生倉弁護士のことか。もう完全 DL6 号じゃん。しかも最後のチャンス。確かに、これが最後のチャンスだとも書いてありますよ。時効だもんな、最後のチャンス。もしかしてそれって時効のことじゃないか。まさか、まさかあのおじさんが。どうしたんですか、何か分かったの。アイネだったのか、あのおじさんが。お前の声忘れちゃった。ブー、安定しね。アイネDL6 号事件の容疑者で無罪になったあの男だ。あ、そうか。アイネ光太郎は法廷の係官だった。15年前、私たちは偶然エレベーターに乗り合わせた。ああ、地震ね。ひどい揺れだった。気がついたら我々は闇の中にいた。永遠とも思える長い長い時間、薄れてゆく空気、狭い箱の中で闇が迫ってくる。次第に我々は落ち着きを失っていった。そっか、これ絵ではさ、すごいなんかこうはっきり見えるけど、これも真っ暗なんだな。助けてくれ、息が。うるさい、黙るんだ、こっちまでおかしくなる。出せ、ここから出してくれ。ここから出すな、酸素を余計に消費するぞ。私の記憶はそこまでだ。気がついたら私は病院のベッドで天井を眺めていた。裁判ではハイネの精神状態が問題になった。酸欠と緊張状態が原因でハイネは心神喪失状態にあったとか。結局その主張が認められてハイネは無罪に なったのだ。でもちょっとおかしいですね。この手紙、剣賢治に復讐しろって書いてありますよ。なんで復讐なんですか、それもあなたに。なるほど。この数日間ずっと悩んでいたことがある。そっか、なんか打ち明けないみたいな、打ち明けたいことがあるけど打ち明けたくないみたいな言ってたよな。そうね、君に話すべきかどうか。もしかして今日の法廷で言っていた、あったね、私の悪夢の話だ。殺人って言ってたよな。おまんすみ、
どうやら君に聞いてもらう時が来たようだな。悪夢。この15年間毎日のように同じ夢を見る。毎日見んの？それ辛いな。その度に私は恐怖に羽を切るのだ。どんな夢なんですか？あの事件の夢だ。すべてが闇に閉ざされたあの事件。助けてくれ、キーカー。うるさい、黙るんだ。こっちまでおかしくなる。なぜ、ここから出してくれ。お腹すいたな。大声出すな、酸素を受け入れに消費するぞ。息ができねえ。お前が、違う、これ違うな。多分これお父さんかな。息ができねえ。お前が空気を汚すからだ。違うな、これ なんだと。どっちだ、どっちなんだ。俺の空気を吸うな。息の根を止めてやる。あ、これあれかな、子供かな。じゃあ三剣レイジの声がだったのかな、息の根を止めてやるって。何をする、やめろ。俺の空気を吸うな。お父さんが襲われている。ああ、そっちね。わかんねえよ。ふと気がつくと足元にピストルが。ああ、なるほど。お父さんを助けようとして撃ったのがお父さんに当たっちゃったのか。足元にピストルが転がっている。その日の裁判の証拠品だったのか、係官の持ち物だったのか。私は夢中でそのピストルを拾い上げる。僕のお父さんから。お父さんから離れろ。え、どういうことこれ。描写だったらピストル投げてるだけだからな、撃ってはないからな。その悲鳴で目が覚めるんだ。ものすごい悲鳴だ。この15年間耳から離れたことがない、ものすごい悲鳴。記憶あるじゃん、お前じゃ。多分それ記憶だよ。でもそれってただの夢なんですよね。そう思ってこの15年間生きてきた。しかしこれが現実だったとしたら、人は自分の精神を守るため記憶を閉ざすことがあるという。父親の命を奪ったのは他ならぬ私かもしれない。そんなことって。そう考えるとこの手紙も納得できる。三剣レイジに復讐しろ。そう、アイネは本当に無実だったのだ。だから復讐しようとしたのだ、この私に。待てよ三剣、それってつまり親父を撃ったのは DL6 号事件の真犯人はこの私。めっちゃお腹すくな、ごめん。なんてこった。ナロド君、どうしよう、とんでもないことに。悔しいけど僕たちはどうしようもないよ。 DL6 号事件の情報を詳しく知っている人がいれば。あれ星影先生いるじゃない。ナロド君、あの人に助けてもらおうよ。あ、行ってこようか。じゃあ、ただお腹が空いてるんです、なるほどさん。やるけどさ、ちょ、お腹空いてんだよ。なるほど。じゃあここサクッと終わらせようぜ。来た。星掛先生。おちみたち、なんじゃ深刻そうな顔して。先生こそなんですか、のんきな顔して。いやいや、一体何があったんじゃ、話してみなさい。三剣剣士だ。あ、話すとこカットされるんだ。なんと三剣、なんだこれ、登るシーン。追った夢の夢なんですかね、あくまで。心当たりがあるのかな。それはどうかの。え、それはならば、なぜ君たちはそんなに慌てておるのかね。それは
それに明らかにハイネはミツルギレイジに対して悪意を持っておる。殺人罪を着せようとするほどの強く深い悪意を。おそらく夢ではあるまい、現実だったのじゃよ。君たちの想像通りな。あ、そっか、ピストルでもそうだね。ハイネの持ち物だったとすればね。ミツルギレイジは父を助けるためにピストルを投げつけ、そのピストルが暴発したんじゃ。暴発すんの？あんま詳しくないからわかんねえけど。そんなのひどすぎるよ。ハイネはその罪を着せられて係官としての人生を潰された。だからミツルギレイジに復讐しようとしたんだ。時効直前の今になってな。でもさ、今回これで終わるんだけど次回が話していこうかなと思うけど、じゃあ誰がさ、そのだってさ、この手紙書いた人はさ、ミツルギレイジとさ、ハイネとさ、DL65 事件のこと知ってるわけじゃん。やっぱカルマかな。カルマがその時の検事だ。やっぱカルマが手紙書いたのかな。なんかねえ、やっぱキャリア長いっすよカルマって。だって DL65 事件をしかもなんなら詳細に覚えてる人じゃないとさ、ねえこの手紙って書けないじゃん多分。カルマ真犯人説ありますね。ね、真犯人っていうか、まあ今回の事件に関してはね、手紙を書いた犯人。待てなところで、あ、更新されてる。待てなわけで今回はね、これぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。